話すの俺初めてです。あ、そうなんですね。予備校で降りると絶対真似するやついるんで最初俺ショー入ったんですよ。あ、そうなんですか。そうだから、あの先生の影響すごい大きい。あの時宮崎総先生の授業でこの野郎みたいな。では始まりました、もしチャンネルです。今回はですね、いやスペシャルゲストとしてついに登場しました、関正先生においでいただきました。よろしくお願いします。どうもありがとうございます、呼んでいただいて。いや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 、すごいビッグゲストでもうみんなも驚いてると思いますけども、ありがとうございます。いやもういきなり始まりますね。もう一応事務所来たばっかなのでね。そうですね、来てもうすぐに始まるって、いやすごい、まあ、これねちょっと全部映ってないですけど、すごい大きな黒板があって、あ、黒板褒めてもらえると嬉しいですよね、予備高校史的に。そうですよね。いやびっくりしました。こんなもう本格的な、いわゆるね普通の塾よりちゃんと、そうそうそう、いやこれ結構高かったんですよ。まあ、予備校講師としても先輩ですし、あとゼミも先輩であると、ね、同じ慶応文学部英米文学専攻、はい、ね、という不思議なつながりなんですけども、ね、有名な方々もゼミにいたりして。ああそうですね、はい、でもまあ同じ業界にいるっていうのはなかなか。そうですね、で僕の時結構学校の先生になる人もいるし、はい、まあ、一般企業を勤める人も多くて、まあ、予備高校とか塾の先生なんてなる人はあんまりいなかったんでね、うんうん、まあ、やっぱそこからねちゃんと現代英語学の授業、グラマーブックやったのかな、はい、あ、グラマーブックやりました。あれかっこいいですよね、はい、見た目が。ね、ヨゼミのグラスで、ね、先輩にいてですね、この間うちのチャンネルにですね、北村一馬先生という解体新書のですね、著者の方も出ていただきまして、ね、いやすごいつながりだなと思って、先生に聞いていきたいと思います。何でもどうぞ、はい、まずですね、どうだったんですか、英語自体は得意だったんですか最初。まあまあまあ得意でしただけど、普通に中学校から。そうですね、中学校から、うん、まあ、厳密には小6の12月ぐらいに塾ができるとかできないとかって、なんか 2,3 回行って、はいはい、でもやっぱりお遊びじゃないですか、なんか、うん、なんかあれが嫌でやってらんねえっつって、まあ結局入塾せず、だから中、まあ中1からですよね。高校とか公開してるんですか。埼玉県立浦和高校、トイック900点プロジェクトとですね、鈴木貫太郎さんがですねっていう方がいるんですけど、うん、数学の有名な YouTuber の人が、ね、うん、関先生を後輩でやるってことにすごい誇りを持ってます。いや、それはそれは、ね、僕の先輩ってことですね。そう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 。ああそうですか。いやなんかね、高校は好きですね。中学から英語始めて、簡単じゃないですかあんなもん。塾行って、そう、中2から入ったんです。英語ってほらスタート一緒だったんで、はい、ね、やっぱ算数、小学校の時算数はかなわないから、雲に行ってるやつ、あ、なるほど、と進学塾行ってるやつにはかなわないけど、うん、あの英語は割とね横一線でやってたやつもいたけど、なんかちょこちょこってやったらね、うん、あいつはすぐ3単元でつまずいちゃうんで、うん、あっさり抜けて、あ、英語いいなと思って、ほうほうほう、うん、でちょっと頑張って、でちょうど中2から塾行って、うん、で塾の先生がすごいよくて、その時からでも講師になろうとは思ってない、思ってなかったですね。ただ塾の先生がやっぱすごい良かったので、はい、うちの中学すごい厳しくて、はい、もうなんか悪さしたら速攻坊主、ピンって当たり前だし、うん、でそんな中でね、別に何赤いシャツ着てこうが髪染めようが、はいはい、何にも言われないし、もう勉強が全てでしょ、はいはい、で勉強できるやつが褒められるし、どんな格好してようが髪型、うん、うん、すごいなんかあの自由な感じがすごくて、だからあの先生の影響すごい大きい。ああ、なるほど、うん、だからあの時に先生になろうなんて1ミリも思わないけど、はい、うん、絶対あれは今思うと大きかった。そうだったんですね、うんうん、高校入って、うん、慶応は目指したんですか。いや、高校入って内浦高校は当時全国12番目ぐらいかな、東大合格者数が、はいはい、で、まあ、とりあえず東大目指すのが当たり前で、うんうん、1年ぐらい東大目指したんだけど、はいはい、あのやっぱライバルたちがすごすぎて、あ、なるほど、とんでもない人がいたんで、うん、これちょっと東大きついなと、はいはいはい、あと東大の勉強量を10とすると、はい、まあ、総計ぶっちゃけ、まあ、こういうこと言うとあんま真似しちゃう人いるからあんま言わないんだけど3ぐらいでいいじゃないですか、はいはい、科目通的に、そうですね、うん、だからあ、これでいいやみたいな。だからうちの高校数学は厳しいんで、はい、数3、まあ、当時数3まで全部やらせなきゃいけない、 2年の夏ぐらいまでに。でもセンター満点当たり前だし、学校の単位が取りにくいっていう。あ、へえ。だからすんごい数学が、まあ、できたんですよ。はいはいはい、なるほど。まあ、もちろんハイパンできたやつがいたんで、うん、同級生にはね、なかなか本物にはかなわないけど、はい、だけどまあ普通の人より全然できたし、うん、あ、そこでいいやみたいな。なるほど。それで理系ではなく文系。文系ですね。で慶応の商学部も本当は A 数社受験、はいはい、A 受験、はい、あれで入れるんだけど、やっぱ B 方式しようみたいな、数学使ったらダメでしょみたいな、禁じてってちょっとあの中二病全開で飛ばしたんで、得意な数学は使わないみたいな、バーロンって、まあ、受かってからやっぱ笑い話になる、
コラルするの俺初めてですよね。そうなんですね。予備校で降りると絶対真似するやついるでしょ。なんかわかるでしょ先生俺も普通みたいな、はい、だからそうそう言わない。数学の方がいいですよできるんだったら絶対数学できる。数学やっぱできるって飛び道具ですよね。飛び道具ですね本当に。だから僕ができるっていうのはその慶応の商学部の数学でほぼ点取れるとか、はい、まあ、東大の過去問で、まあ、1.5 かぐらいなので、だから全然得意なやついっぱいいるけ ど、 るど、でもそれがやらないとうち単位が取れなかったから。なるほど、うん、はあ、そういうこと。塾とか予備校行ったんですか？基本行かないです。でやっぱね、閉鎖的な男子校っていうのは中行ったらライバルすごすぎるから、こいつらに負けても恥ずかしくないでしょ、うん、で外行ってこれやべえなと思って近くの、まあ、塾行ったんですよ。フランチャイズ塾の高等部、はいはいはい、でそこ行った時に裏構成来んなと、お前ら勉強できながらうちなんか来んじゃないって言われて、ほうほうほう、でもそれ余計調子乗っちゃって、そうなんだみたいな、ね、だらだらだらしてだから結構、まあ、ちなみに今ですね、あ、やっぱりの南浦教室、これ教えてましたわ。浦和一律ぐらいが、今埼玉一律のか、はい、ぐらいがちょうどいいから裏構成来るとリズム崩れるって言われて、はいはい、今縮小しちゃった、うん、そこでしょうね、今になってましたね一番。なくなるってもなんかもうすごい時代です ね、 ね、そうそうそう、なんか銀行みたい一時期の、あ、こことこうくっついてみたいな。そうですね、そうですね、そうです。高3の時に東進ハイスクール、はいはい、南浦和校、はいはい、ちょっと行ったんですよ。へえ、そうだったんですね。ただ行ったけどほとんど遊んでたんで、あの時本当に遊んでたんで、はい、まあ予備校サボりまくっちゃって、はいはい、ただちなみにその時に授業を受けたのが永田達郎先生。ほう、まあ、永田達郎先生もまた復活ということで、そうそうそう、本当に死亡したのかっていうのがめちゃくちゃ出てましたからね。そこだったんですね、永田先生とのつながりは。そう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 。で予備校、まあ、行ったけど、まあ、ずまに勉強せず、はい、俺は早稲田か慶応ぐらい受かるんだろうと思ってて、はいはい、受かるわけもなく勉強時間本当にゼロだったんで、はいはい、では当然浪人し、はいはい、さすがにそれまずいから浪人してからちょっと勉強し、はい、浪人はどこ行ったとか言っていいんですか？あ、行ってもいいですけど基本行ってないです、タグロです。ああ、そうだったんですね。ただ、ただ、はい、特待生試験受けて、はい、池袋にあった寸裕予備校。ああ、あそこ特待受けて全額免除。へえ。ただ困ったのは、定期代がかかると。ああ、なるほど。はい、で、まあでも定期代ぐらい、まあ、学費に比べると安いから、うん、で、行って、中退から電話かかってきちゃって、はい、顔が見たいんで来て、なんて言われて、はいはい。で、行って4月の終わりぐらいに行って、で、まあ、あの時宮崎孫先生の授業を受けて。あ、おすげえ。まあ、やっぱこれがプロの一流の授業かと思って、はいはいはい、やっぱ群を抜いてましたよね、宮崎先生の授業は。笑いは起きるし深いしっていう、はいはい、ただ2回しか出ず他の授業一切も出ず、はいはい、で自習室行ったらなんかねみんな勉強してるでしょ、はい、なんか嫌になっちゃって俺は自分で学費稼ぐと、お浪人した以上は全額自分で出すし生活費も自分で出すと思ってたんで、うん、なんかね言っちゃ悪いけどこのうのうと勉強してる人たちがすごい腹立って、はい、自習室でもうなんかこうこの野郎みたいになってあこれ勉強なんねえわと思って、はい、でそっからもう予備校も行かず、へ、結局宮崎先生の授業素晴らしかったですけど、はい、ちょっとふざけてたんで、はい、自分が2回しか受けないで、まあ、全額免除だったからいいやみたいな。なるほどなるほど、うん、寸裕、いやーすごい、なんかもう伝説的な名前がすごいいろいろ出てきて人の話したことじゃ初めてかもしれない。反応してくれるから俺森田先生宮崎孫さんの授業を受けた、いやあれはなかなかセンセーショナルだった。なんであの先生がここにいるんだぐらいだね。へ、今でも当時にいらっしゃる、ね、いやいやもうもうもう、あ、他受けたんですか慶応？あ、受けました受けた。早稲田受けて慶応受けて、まあ、だから東大諦めちゃったから、はい、あ、マスターと慶応大か。あ、なるほど、うん、慶応分にした理由とかあるんですか？最初俺賞入ったんですよ。あ、そうなんですか？そう、なんかかっこいい商社マンになって金稼いで遊んで暮らそうかなみたいな、はい、何にも考えなかったんで、はい、だから別に早稲田の方でもよかったし、はい、うん、まあ、慶応かなみたいな、慶応賞行って、はいはい、で行ったら1年目なんかすごいみんな金とか就職の話しかしないから、はいはい、あのゼミ入ってあそこ就職するとどうなるか、ああなるほどなるほど、それはそれで別にいいんだけど、お金好きだっていう人はいいんだけど、うん、なんか嫌で、はいはい、うん、で行かなくなっちゃって、はい、へえ、うん、そうだったんですね。で選抜試験受けようみたいな、へえ、フランス語だけ真面目にやってたんで、はいはいはい、うん、フランス語は1回寝坊して0点食らって、はいはい、でも俺 B 取ったんですよ。へえフランス語だけすんごいやってて、へえ、だからフランス語と英語だけだったのかな、文学部は選抜試験は、あ、なるほど。いきなり詩とか出されて、はいはいはい、まあ、森先生わかりましたけど、河内先生、あ、はいはい、わかります、もちろん、安住先生、はい、はい、もちろんもちろん、あともう一人呼びます、まあ、松田先生、あ、そうもしない、そうそうそう、イギリス文学史の、そうですよ、あ、そうそうそう、そうそうそう、で、なんか詩とか出されての、はい、大学1年で英語の人がわかんないから、すげえなんか適当に言って書いて、はい、適当に頭振る、それがものすごい褒められて、へえ、あなた才能あるわね、なんて言われて、ね、なんか映画翻訳やりたいとか嘘ついて、はいはいはい、なんか言えば喜んでくれるから、はい、そしたら面接通って、試験通って面接通って、で、うん、
そんなことがあったんですね。で文学部行って、で文学部やっぱ居心地よかったですね。あ、そうだった、ね、誰も金の話しない、就職なしないし、あそこのスパゲティ美味しいとかドラクエ貸してくれとか、なんか合ってるな水がと思って。そうだったんですね。英文学にした、うん、英語好きだったでしょうね、やっぱり。やっぱりなるほど、うん、なんだかんだで英米文学専攻に行って2年でもう入るってことですね。そうですね文学部はそうです、2年から、ね、そう別れるので三田になってですね、うんうん、でも俺日吉のキャンパスって20回は多分行ってない。あ、そうなんだ、ね、行かないし、で、あのクラスメート8人いたんで、あの高校の時に一緒だったやつが8人しかいたんで、ノート全然借りられるから。あ、なるほど、本当にテストしか行かないで、へえ、そのまま見た行っちゃったから。なるほど、日吉何の思いでもないですよ。なるほど、へえ、そうだったんですね。授業で喋ると絶対真似するやついるから、転部するから俺はいいですとか。ああ、はいはい、はい、転部試験めっちゃ大変だよっていう、うん、そうですね、慶応生の中だけでまた倍率10倍ぐらいだし、だからあんま言わないんですけど。英語をやろうと思ってトースデミにしたんですか。うん、やっぱ文学は好きじゃなかった。あ、うん、文学部だけれどもめっちゃ読まされるでしょ、あれ。そうですね。でも英語史の時は、あの時はもっと大御所の先生、岩崎先生っていう。あ、岩崎先生。ただ僕の時は最後引退、最後。はあ、はあ、そうあ、なるほど。で英語史なんかもう、あのなんとか文字とかもう大変だし、はいはい、そうですね、俺コムもできないのに英語史やってらんねえと思って、うん、でだからあの時英語枠って当選生しかいなかったから。あ、そうだったんですね、うん、そうじゃあ次回はですね、いよいよ予備高校生になる話を、はいですね、聞いていきたいと思いますね。ありがとうございました。